優しい、支えられてます。ハートありがとう。結婚はちょっと今日バッドなんで無理ですね。最近ちょっとバッドですね。だるまありがとう。しかもね、なんか今日めっちゃわかった、待って、やばい、めっちゃまたすっきりしちゃった。ちなんか朝は全然そんなことなかったんですけど、リハ終わってからかな、なんか自分違う、ずっと鏡見てるわ。でなんか途中かな、でなんかめっちゃタバカン出てないと思って、まあ汗かなと思って、汗かな、おかしいな、でそれにしてもタバカン出すぎじゃないって前髪ね思ってたんですよ。今気づいた、朝ヘアオイル塗ったからでした。はい、満足。結婚はちょっと今日は前髪がオイリーなので無理です。ミラボありがとう、マリありがとう。なんかこういうさ、なんかなんでやろうと思ったことがさ、自分で考えた、自分の力で解決できるのがめっちゃ嬉しい。え、たばかんない、めっちゃなんかまとまってるやん、やめてほしい、これハゲみたい、やばくない、ほうきみたいになってる。でもまあ今日かの高1ぐらいの時の前髪みんなこんなんやった、ほうきみたいな前髪してた。ただ明日は絶対にメイクしていくので、可愛い顔で配信します。なんでメイクするかっていうと気分が上がるから。なんかこれ気づいちゃったんですけど、今日からマスクつけて踊んのめっちゃ嫌いなんですよね多分。てかマスクしてすっぴんの自分の姿を見るのがめっちゃ嫌いで、だからなんか気分が上がらんっていうのは気づいた。だからちょっとほんまにもうどうにか気分を上げなきゃなので、気分を上げるためにメイクしますっていうのは決めてます。愛してる、ありがとう。結婚はちょっとなんか眠たいので無理です。結婚ちょっと今日はすっぴんなので無理です。しかもね今日結構寝たんですよ、7時間か8時間くらい寝たんですけど、なんかそれでもめっちゃ眠たくて、まあ、疲れたんだろうなって思うので、もうとりあえず明日の自分にねもう一度期待して早く寝たいと思います。あ、寝たら気分上がる、ぶち上がる、ぶち上がり、やばい、ヒップホップ聞かなきゃな、聞かなきゃ。あ、てか今日は久々にインスタ投稿しました。これはね、アンズちゃんと行きました。アンズちゃんも似たような写真をね確かストーリーかなんかに上げてたと思うんですけど、それはアンズちゃんと一緒に行ったからということになります。名古屋でこういう可愛いお店行ったの初めてかも。名古屋のカフェとかほんまに全く行ったことないからさ、カフェとかさ、いやこういうお店好きなんよな。ハートありがとう。そう、久屋大通りです。久屋大通りパーク、うん、行ったことなくて行きたいなって思ってて、なんか通ったことはある、あ、ゴジラの時か、ゴジラの時に通りはしたけどお店は行ってなかったから行きたいなって思ってて、なんか行きました。あと次今日かの目標はあの中日ビルに登ることです。大阪とかかなと思ったら名古屋、そう栄です、初めて行った名古屋で、ああいうお店、可愛いお店がありました。やばい、この前髪の束感やばいねんけど、どうしよう。まあもう今日は終わりやからいっか、今日ほんまやばかった。
髪やば、やばくない？え、めっちゃ嫌なんやけど。ブルーボトルコーヒー、え、あんの名古屋に。12月1日なら会える約束できる。え、待ってる、嬉しいな。去年のチームコンで詩人センターやってたこと、もしかしてきょうちゃん、きょうちゃんです。あのあれやろ、オープニングアクトでしょ、あのオープニングアクトだろ。懐かしいもんだな。きょうちゃんでした。あれ実はきょうかでした。なんとね、トーク会、握手会、え、中日ビルにブルーボトルコーヒーあんのや。行きたい。中日ビルのなんか上のなんか屋上みたいな、今日かめっちゃ屋上が好きで、なんか屋上界隈なんですよね今日かって。だから行きたい。なんか名古屋ってそういう場所ないなって思ってたんですけど、できたっぽいので行きたいと思います。え、やば、前髪屋上界隈、なんかああいう無料の屋上が好き。これはこれでキモいな。なんか今日か屋上、無料の屋上スペースみたいな、屋上のでくつろげる椅子とか置いてくれてるスペース探すの、なんか見つけるのがめっちゃ好きで、なんか何しかあのテラスとかそういうなんかそういう時そういうとこ好きなんですよ。結婚はちょっと今日は前髪が変なので無理ですね。やっぱりね、前髪は決まってる時じゃないと嫌ですね。から今日大阪とかでめっちゃ見つけてんの。あ、なんかそういう友達もいて、なんか普通に屋上界隈な友達もいて、今日にすごい好きな子がいて、なんか教えてもらったりもした。みんな知らないですか、屋上界隈。ハートありがとう。明日で9月ラスト、あ、早いな。まあいっか。なんか最近時が過ぎるの悲しいと思う。そういうのが悲しいですね。悲しいな、なんかもっとなんか楽しみたいですね。11月37、え、来てよ、ハートありがとう。名古屋って他にさ、なんかある？屋上界隈。ルクアの屋上はめっちゃ人多い、やばい。あそこでも高校生の時めっちゃ行ってた、普通に学校終わりとかね。高校生の時に屋上の良さに気づいた。無料でなんかいっぱい行ける喋れる場所みたいな、しかも景色良くてみたいな、そういうのが大好き。ハートありがとう。ねえ、ビアガーデン行きたい。結婚はちょっと今日目が乾燥してて無理なんですよね。ハートありがとう。スカイビル展望台は行きたいけど、まあ有料っていうのはある。でもめっちゃ行きたいねんな。免疫？ドイツレストラン初めて聞いた。ハートバラありがとう。見た。パークスの屋上、うわ、パークスの屋上大好き。今日かあのね、イルミネーションがめっちゃ綺麗なんですよ。やばっ、てかパークスって呼んでんの誰。パークスナンバーパークスか、
パークス、パークスって呼んでた。お酒飲んだことありますよ。だって二十歳ですから。こう見えて二十歳なんですよ。なので全然大丈夫。やばい。でもたまになんか、自分と二十歳やっけってなることがあるんですけど、普通に二十歳です。もう強化って何も縛られることないような二十歳過ぎちゃったから。ハートありがとう、バナありがとう。いつの間にかお酒飲んでるミステリアスキョウちゃん確かに、確かにミステリアスではあるか。うわ、最近ミステリアスキャラのこと忘れてた。なんかもっとなんかミステリアスになりたいんですよね、京花って。でも京花結構ミステリアスじゃない？ほんまにミステリアスだけど、なんかそのことを言ってないから、なんかミステリアスなのがバレてないんかも。は？バラありがとうありがとう。そうだから、なんかまあ喋って聞いてみたら、意外とこれ知らんかったみたいなあるかもね。ミステリアスですよ結構。ハートありがとう。めいたいんけど、ミステリアスになりたいなでもなんか今日が自分のことベラベラ喋っちゃうから、まあ絶対ミステリアスキャラにはなられへんねんな。でもさ、正直さ、休みの日とか何してるか知らんでしょ今日か。てか正直なんかわかんない。まあそらそうか全部知ってたら怖いしミステリアスっていうか、なんか普通に普通でした。ハートバラありがとう。ちょうどいい距離感。え？ちょうどいい距離感？隠し事はできないタイプ。確かにできひんかも。なんか全部何でもなんか話したくなっちゃう。MBTI 知らない。MBTI は絶対言わへんよ。だって MBTI はほんまに言わん方がいいと思う。ほんまに久々にこの話するけど、 MBTI を簡単にプロフィールとかに書いてる人ほんまに気をつけてください。これは電話番号と同じくらい個人情報です。だって MBTI 言っちゃったらマジで全部わかるんですよ。住所と同じくらい強化は現状に取り扱った方がいいと思う。 ENFJ ですが、何か絶対もう言わん方がいい。絶対バレるから、自分のことが全部。結婚はちょっとなんか左目が急に痛くなったので無理ですね。すっぴんなので無理ですね。と前髪も変なので。違う、 MBTI ほんまになんかその特徴が全部当てはまりすぎて、強化の場合な、もうドンピシャに当たってんねん、その特徴が。だから言っちゃうとなんかそう調べるやん、その特徴、何々何々の特徴って言って調べたらもうほんまに全部わかんねん、強化のことが。やばいやんそんなこと。強ちゃんになる。全部さらけ出したい。全然さらけ出してくれよ。強化はさらけ出さへんけど。だから MBTA の取り扱いだけはほんまに気をつけてください。雑誌の取材で聞かれたら、ほんとそれは個人情報ですってなるかもしれへんな。分からへん、人によるかもめっちゃうまいこと聞き出されたら、ああうんですとか言っちゃうけど。ハートマリありがとう。まあ全然想像ってか予想してもらえることは全然いいんで、考えてみてください。もうほんまにもう大正解やねん。でも友達とその MBTI の話になって、なんか今日からの MBTI 言ったらなんかめっちゃなんか特徴当たってるって言われました。
もうほんまにそっくりそのままやねん。公式プロフィールでなんかほんまに無理え、でもなんか見たことあんねんけど、なんかさ、なんやっけ、あのオーディション番組かなかなんかのそのプロフィール写真じゃない、プロフィール欄になんか MBTI 書かれてて、なんかあのこういうプロフィールに MBTI を書くなんか時代なのかみたいな言ってる人を見たことがあって、それやばーと思って、やばいでしょ、年齢出身地 MBTI みたいな、それやばくない？ MBTI ミステリアス、そう奥が深いです。結構バラありがとう、友達だから MBTI 情報交換会しよう。いいんけど、なんか今日さ友達とさなんか MBTI 何って話になった時にさ、自分はなんとかでみたいな、で友達になんとかって言われてもさ、なんかあなんか何々やからこういう性格なんやとか正直分からんしさ、なんかえ何やと思うって言われてもさ、なんか別にほんまに何も知らんから分からんってなる。分かる？なんかその一個一個の MBTI の特徴マジで覚えてない。 I か E の見分けぐらいはつくけど、でそれ以降ほんまに分からん。あそう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 、偏見持たれると思うから絶対なんか言わん方がいいと思う。だって今日から何々しちゃって、でその特徴見たらうわ今日ちゃんってこういう人なんやっていう目で見られるか ら、もしそれっぽい行動をとってたら、あ今日からだってあれやもんなって思われたくないから、もう絶対 MBTI はもう絶対言わないです。師匠 MBTI にとらわれすぎてる世界で怖い。それなんでも今日も MBTI にめっちゃとらわれてる、やばい。相性は考えへん。今日かでもほんまに今日か全人類と相性いい自信あるねんけど、分からん、たまにめっちゃ悪い人おるけどでもほんまに1個ぐらいかも、その16通りある MBTI の中で1個ぐらいしかないと思う。マジで自信ある今日か、ほぼ全人類と相性いい自信あります。サイリウムありがとう。マックの月見美味しい、あの芳醇がめっちゃ美味しかったです。誰にでもなついて、そう割とね、割と分からん。でもその MBTI が何々やからとか別にそういうのはない、その人によらん。同じなんか MBTI でもさ全然違かったりするやん。でも今日が I か E かの見分けはつく、それって結構なんか自分え、なんかそうほんまにびっくりしたことがあってさ、今日がもうめっちゃ毎日一緒におった友達に久々に会って MBTI の話した時にさ、なんか今日が I っぽいって言われて、本気でもうひっくり返るくらいびっくりしちゃった。結構ここ最近の中で一番びっくりしたかも。強化って絶対にいいな自信あったしさ、なんかみんなにもさ絶対強化はいいって言われるからさ、とりあえずいいではあるやんから始まるから、とりあえずいいやんっていう話なんですけど、でもマジで毎日おった友達に強化愛っぽいって言われて普通にショック受けちゃったんですよ。えってなった普通に。きょうちゃんどう考えてもいいだと思います。やんな、だってきょうかさ自分でもさ いいでしかないやろって思ったことしかないしさ、でもなんか友達によってなんかちょっと変わらん自分って、怖いかそれ。でもなんか友達によって変わらん、愛って言われてもう固まっちゃった普通に、ショック受けたもん。え評価って愛だと思われてたのって、内向的だなと思った瞬間があんまりない。ないやろ、内向型の方がなんかいいような時もあるような気がする。
外向型が正義っていうわけではない。おとなしめの友達の前で静かにするし、友達によってテンション変えるかも。え、やんな。え、なんかそれめっちゃ思ったことがあって、なんか今日かめっちゃいろんななんか感じのタイプの友達がいて、なんかその友達によってめっちゃ自分が変わるから、本当の自分ってどれなんやろって思う時ある。怖っ。昔からの友達とはちょっとキャラ違う。やっぱそうやんな。だからそうなるよな。たまに内向型。え、内向型ってどういうこと、どういう意味。内向型外向型のなんか意味あんま分かってないんやけど、内向型って何。興味や関心が自分の内部に向かうこと。内向型な、内向的な人は自分の内面を重視する傾向があり、外部に興味や関心を持ちにくく、他人との接触を好まない。人によらん。興味関心が自分に向かう。え、興味は自分にしかないよ。え、実は愛なん。絵文字で言うとこんな感じ。こんな感じ。明日朝早いので寝ます。おやすみ。明日も頑張っていこう。小判ありがとう。深く考えると分からなくなる。え、やんな。今日がめっちゃ簡単に考えてて、愛と意は陰キャか陽キャみたいな、そういうなんか分け方してたけど、内向が内向的外向的って言われるとほんまに分からなくなる。寒い。いろんな面があるんだよ。まあ確かにいろんな面はあるわ。てかさ、めっちゃ話してて思い出してんけどさ、あの未来か、あの過去か未来の話すんの忘れてた。外向型はざっくり社交的なタイプ、内向型はだいたい人付き合いが面倒だと思う人。ああ、今日かめっちゃ社交的。外向型でしかない。でも別にそんな、あ、でも興味あるんかな、人に。分からんない。人による。人によるよな。ハートだるまありがとう。あ、そう、過去か未来の話。もし行けるなら過去に行きたいか未来に行きたいかっていう話なんですけど、もうマジで今日か確信したけど過去だな。もう本気で過去です。過去に戻りたい。まあ、でこういう話をすると、まあ今日がすごいあの後悔、なんか人生で後悔してることでもあるのかなって思うかもしれないんですけど、まあそういうわけではないんで。社交的でしかないよな。社交的外向型 100%。 確かに。あ、でも未来なんか見れるなら、見るだけやったら未来やけど、行くなら過去やな。2024年1月28日の5時26分。めっちゃ細かない？未来を見て戻ってこれるなら、未来見て戻ってきて今に、でなんかそう変なことにならないように気をつけるし、いい未来だったらいいよね。すごいポジティブ、素敵な人がいる。運命記念日、あれか、あれや、あのあれやな、制服の目か。過去は全部捨ててきた。うわー、かっこいい。食らっちゃった。やっぱそうじゃないとダメだよな。でも未来もさ、ちょっと気にならん。怖い、どうなってるやろ。10年後とかどうなってるかめっちゃ気になる。思い出障害症しかやばい。ハートマリありがとう。
過去にとらわれてて日々模索中って感じ。わかんの。きっといい未来しかないね。素敵な人がたくさんいる。じゃあいい未来にするために、なんかさ同じこと言ってたよね昨日も。この1秒後から未来ですからみたいな、から後悔しないようにみたいな言ってたけど、もうさ、そんなんさ、そんなんなんか自分次第の時と自分次第じゃない時があるからさ、ほんまに分からんよなそれ。あー難しい、本当に難しいよ人生って。後ろは振り返らないタイプ。ちょ、ほんまにそうなりたいねんけど。5番マリ、愛してる、ハートありがとう。あかんわほんまに。でも過去に戻りたいとか言ってる場合じゃないか。そんなこと言ってたらダメか。あーそっかそっか。でも別に未来に行きたくはないよな。だってどうせ知れるやん。いやこの2択間違えてるか、普通に過去か未来っていう質問が悪いか。全部過去なんだ。そう、それがめっちゃ好き。だから今日がめっちゃ星好きなんですよね。きょうちゃんの配信や現地会や声もそうだけど、スキーの存在は俺にとって必ず必要。おお嬉しい。きょうかのことをさ、必要としてくれる人すごいありがたいですよね。不思議な感覚。きょうちゃんがいてくれるから割となれる。ありがとう。俺今しか興味ないんだよね。かっこいい。いいですね。すごい。じゃあ今は楽しいですか。ハートありがとう。興味のベクトル似てる。そう、今日かめっちゃ星好き。天体の授業が好きすぎてめっちゃ点数良かったもん。唯一理科やったっけ、なんかそういうの忘れちゃう。科学じゃないか。なんかそういうのめっちゃ点数悪かったけど、その星の時だけめっちゃ良かった。結婚はちょっとなんかめっちゃ目が乾燥してるからできないんですよ。やっぱ結婚式の時にね、あんまり目しょぼしょぼしてたらダメだと思うんで。でもなんか自分まばたきの回数やばくて、なんかそろそろやばいなって思ってるんですけど、めっちゃドライアイなんですよ多分。グーグーハートありがとう。そう、プラネタリウム行きたいねんけど、なんか中学の時はなんかプラネタリウム行きたいって言ってる友達がいっぱいいたから、まあ行こうと思えば行けたんですけど、なんか今周りにプラネタリウム好きな子いなくてめっちゃ困って、一人で行けばいいか。マジでプラネタリウム見に行きたい。やばい。あの球体の中入ってみたいねんな、みんな。名古屋市科学館入ったことありますか？球体。あれ、初めて見たとき、ほんまにびっくりして、別にやばい、やばいかもみたいな。やばいところに来てしまったみたいな。ガンツみたいになった。マジで怖くて、今日が名古屋全然来たことなかったんですけど、さすがに、SKE になったから、まあ、そりゃ名古屋に来るじゃないですか。初めて見た時にやばいところに来たかもってマジで思った。めっちゃびっくりして、何これってなったんですけど、めっちゃなんかあれ何回見てもテンション上がる。やばい、何回見てもなんかすごってなる。あとありがとう。ほんまに行きたい、プラネタリウム行きたい。天体望遠鏡とかで星見たことない。なんか多分ちっちゃい時望遠鏡もあって家に、なんか見たけど。声がイケボで年パス欲しくなった。え？マジ？それめっちゃ気になるかも。あとなんか今日結構なんとか点っていうのに興味があって、なんだっけ、エジプト展とか見に行ったことあるんですよ、なんか高校の時。意味わかんないんですけど、なんか友達となんか
ちょっとよくわかんないです。見に行ったことがあって、なほんまに面白かったん。てかさ、普通になんかそういうの見に行こうって言ってさ、ついてきてくれるっていうか、みんなが同じ気持ちなのめっちゃやばくない？本当に変な友達だな。急に。でまあなんかそういうのが好きで、なんかよくやってるじゃないですか、なんとかって、なんかでよく見んねんな。でなんか、まあ看板とかにあるか。それでさ、なんとかどなんとかな生物展みたいなのとかめっちゃ気になると思って全部見に行きたいんだけど、まあ、ちょっと友達が近くにいなくて行けないのがちょっと悲しい。エジプト展みたいなめっちゃ面白かった。普通になんかミイラの缶バッジみたいなのつけてたもん。めっちゃ高校楽しかった。懐かしい。名古屋三大お楽しみスポットというか、どこも行けてないからマジで行かないとやばいねんな。科学館、東山動物園、名古屋港水族館。え、名古屋港水族館ってさ、あの白イルカがいるところですか？なんか白イルカが見に行った人いた。名古屋港水族館なんだ。きょうちゃんと行くの絶対楽しい。マジでね、楽しい自信ある。きょうか結構誰とでも楽しめる自信あります。うわ、絵画。うわ、美術館とかも行きたい。やばい、多趣味かも。こんなに多趣味なのに。やりたいことリストちょっと書くから待って。みんなやりたいことリスト実はあるんですよね。今日か欲しいものリストもあって、やりたいこと、京都行く、かっこ錦市場、熱海温泉。あ、待って、熱海行った。温泉行ってないからダメだな。とホットカフェラテと三角チョコパイ、ディズニー。あ、ディズニー行けたな。ギフタンメン。え、待って、やばい、これいつ書いたんやろ。2024年の6月9日。え、4ヶ月前とか。めっちゃこないだちゃうこれ。やりたいことリストって叶ったら消すやつ。キースヘリング店やってる。え、すご、そんなやってるんや。ハートありがとう。え、そう、ギフタンメン食べました。美味しかった、めっちゃ。でも次は辛さもうちょい入れやったいと思います。1個ぐらいなんかあんま辛くなさそうなのにした。めっちゃ美味しかった。あと野菜も増やしたい、トッピングみたいな。楽しみなんだ。次美術館と美術、美術館、美術館とあとプラネタリウム、プラネタリウムと、あとなんだ、ハートありがとう。消さなくて叶ったリストに移動させる。え、それめっちゃ素敵やん。やばい、ハートありがとう。追加されました。でも温泉旅行行きたいな。でここにカフェラテと三角チョコパイ入ってるのめっちゃ面白くない？だるま、お花、ハートありがとう。ハローキティ店、行きたい。てかさ、コラボカフェ行きたいねんけど、なんかハンバーガー屋さんとコラボしてね、行こうとしたのに行けなかったんだよな。え、そう、スイパラはラブイズがコラボしてて、それ絶対行きたいなって思ってる。
自分のしたいことリスト、きょうちゃんには公園に入る。嬉しいな。みんなのすべてでありたい。誰かのすべてでありたいですよね。きょうちゃんがすべてだよっていう人いますか？うわ、ユニバ行かないと。違う、あの11月30日までにユニバに行ってヘドウィグのカチューシャを買わないといけないんですよね。ミミフィーユ関西公演あるといいね。え、行きたい関西。本当ですか？みんなはーいって言ってるけど、ほんまですか？ほんまやったら相当嬉しい。でも今日がユニバ行かないとあかんねん。ちょっと待って、ちょっと待ってほしい。ユニバに行かないといけない。ユニバ行くちょっと計画を立てないといけない。悩みどころやな。きょうちゃんすべてというか、きょうちゃんの思い出以上、思い出以上か。だるま、ありがとう。きょうちゃん話題がたくさんあって楽しい。確かに、なんか今日いっぱい一生喋ってるけど、なんかずっと違う話してて、結局何の話してたんやろって思い返した時にもわからんみたいな。ユニバ行きたい。ユニバーちょっとほんまに今日がね、バス買ってから全然行けてないから、マジで行かないといけないんですよね。生きがい？ほんまに？目閉じてたけど来た、嬉しい。京ちゃんの中身めっちゃ気に入ってる。え、嘘？京香の中身を変わってる。ほんまに？確かに、え、笑顔になった。確かにもともと笑顔ではあった可能性もあるんですけど、さらに笑顔になったという可能性もあります。まあでもね、ミミフィーユはすごい楽しみですよね。早くライブとかできたら嬉しいな。え、10月絶対ユニバ行こう。11月も、え、ハロウィンっていつまで？ 11 月か。わがまますぎるのが好きすぎた。嬉しい。なんかでもね、今日かなんか日に日にわがままになっていってるような気がして、でもちゃんと自分で自覚してるんですけど、でもちょっとほんまにこのままじゃダメだってたまに思う。まあいいけど。うわ、ピーちゃんのコンビに一目惚れしてもうすぐ2年。そうや。ピーちゃんきっかけの人だっているのって思ってたりいた。なんかほんまになんかでもきっかけって人それぞれですよね。マラカスはね、なんかあったからつけてみた。どう？今回の周年コンで懐かしい曲来たら泣く自信ある。お、じゃあもうそれは3日間通して来るしかないですね。ピーちゃんの季節、そう、サンタニキとピーちゃんの季節がやってきます。もう楽しみで仕方ないな。まあ、あの想像しさがね、楽しみで仕方ないですね。あ、セディオやばい。お風呂入らないとあかん、泣きそう。お風呂入って、きょうちゃんいつもたくさんもばめありがとう。こちらこそ、受け取ってくれるみんながいるからこそ、お返事をみんながくれるからこそ、毎日たくさん送りたいなっていう気持ちにさらになるということですね。え、サンタ兄貴どっかに閉じ込めてるから、ほんまに元気かわからんねんけど、まあ多分元気です。君と虹と太陽めっちゃ好きで、きょうちゃんやったことはないんですけど、初めてなんですけど、あのゆずさん の, あのソロ公演見に行った時に初めて見て、初めて聞いたんですけどね、えもう良すぎて、大好きすぎて、その日のゆずさんがやってるのを見て好きになった曲です。ゆずさん可愛いこと。
ときめいた。サンタニキ一応箱に入れて直してるから箱にホコリは溜まってるかもしれへんけど、サンタニキにはホコリ溜まってない可能性あります。え、そうカラオケで歌いたくて見たけどなかったんよね。今日がの好きな曲なんかこのショールームのカラオケ入ってないことめっちゃ多くて悲しいんだ。初めての秋冬がやってくる、嬉しいですね。いつも配信ありがとう。こちらこそみんな今日もなんかよくわかんない配信だったんですけど見てくれてありがとうございました。今日もねなんとか一日過ごすことができました。元気かな、今日のきょうちゃん元気だったかな、まあちょっとそれは分かんないんですけど、まあなんとか一日頑張りました。明日も頑張っていきますので任せてください。かましましょう。じゃあランキング、やばいあと1分。13位ジャカレス、12位カノ、11位ハル、10位ワカ、9位マグロ祭り、8位リニア、7位イケちゃん、6位カツボン、5位モモ、4位ズッキー、3位ポンサク、2位ウエモン、1位アキラでした。ありがとうございました。みなさんおやすみなさい。おやすみ、バイバイ。おやすみ。バイビー。明日はきっとメイクしてます多分ね。なので可愛い顔で配信できます多分ねおやすみ。前髪増やしたくなってきた。